Amazon プライムね。Amazon プライムってなんかちゃんと調べたいんだよ。ちょ電話かけたいんだよ。貴様のような雑魚は俺が始末する。特典みたいなやつがなんか細かいんですよ。お前では力不足だ。黄金のライダーとやらを呼んだらどうだ。これはなんか随分なんもないフィールド。これ使えるね、昔に。うまっ。あ、激じゃん。嘘、そんなのあるんだ、プライムって。そっか、これ相手がクロックアップしたらこれやりやがったのか。時間稼げそうだ。えどういうことだ。おっ、あ、多分今顔出しやがった。あれ待って、 R1 となんかで回り込みっすよ。何今の、なんか間違えちゃった。クロックアップしちゃった。ひえ、三角じゃなかった。土下座いらっしゃい。あ、ありがとう。これ使った方がいいか。昔は昔の星振り振りで不可能。浮かあ、見た。あ、いったけど倒せた。マジか、マジか。ライダー入った。強引に入れたなよ。なるほど、今なんか変なのプシュンって出てたの。うまかったね、今なんかごっつぁんゴールじゃないけど、偶然浮かし直せたっていう。3まで用意してたから必殺に。面白い。タクテックさんよろしく。タステックさんか。夜はゲーム探しようかなんで、ぜひ。私はゼクトと共にあり。なんか一瞬見えた。え、お前に俺を止めることはできない。カブトって最後まで面白い。俺途中だから、あの鏡くんじゃねえや、主人公が2人になっちゃったじゃん。なんか変なアナザーゾーンみたいなさ、あそこら辺からなんか嫌な感じになっちゃったんだよ俺の中で。なんか違うんだよなって。主人公が2人。カイリュウさんおはよう。ワームであろうが人間であろうが関係ありません。あれぐらいから話がなんか嫌だなって、俺が思ってたのと違うなってなっちゃって。あー、あったね、なんかそんなんね。私はそのために戦うだけです。あ、そうなの。絶対これで出てくる。どう出ましか。え、ラスボス。しかしお前は間違っている。最強なのはこの俺だ。ハイパーゼクター入手何話なんだろう。鏡くんと仲悪くなっちゃったのも嫌だったし、なんか全体的に嫌な感じで空気悪いなと思って、や見るのやめちゃったの。空気悪すぎだろう、この職は空気悪い。うわうわ、どうすりゃいいんじゃ。ウィーヘヘヘ、まあ、キャストオフできない。ここからやってください。コーカサスの声、あ、声優さん、あ、あの人か。カブトはやっぱデザインかっけえな。は？ええ。あ、おお。マジか。鏡くんが何もやってないんだ。さっき、あ、これか。なんだろう、やっぱある程度知ってないといけない部分がやっぱあるんで、全体的に、あ、嘘、え体力こんなになかったの俺。いえ、バーチャファイターみたい。なので発動する前に倒しましょう。天運頑張結構大変なのこれ。よしよし、オッケー。あー、ダメだ、そういう問題じゃなかった。ここでめっちゃ減らされたのか俺。浮いてる。え、何が何が起きてんのか、何が起きてんの。キャストできるぞじゃねえよ。おい、死んだぞ鏡。ひえ、飛ばします。お、生きてる。おお、危ない。もしかしてまた緑ゲージが溜まったら俺はやられるんだ。
あ、溜まる溜まる無能二人だ。だよそれ。あーなるほどね。結構難しいのこれ。あ、なんか違う。あ、バカどっちに向かって打ってんじゃん。やべ、ジャンプ取る。いてジャンプ取る。あ、これか。なるほどね、ありうるね。一理あるけど間に合わねえ。これは、これ死んだな。死んだね、これ。俺にやるんでしょ、それ。やられた。いや、これ結構熱いぞ。攻略熱いぞ。ちょっとやっちゃうわ、これ。いや、むずいぞ。とりあえず1回目のクロックアップをどうやって、ん、クロックアップしてる相手な、なわけね。やべえ、なんかでも寝てる。俺寝てる。いい感じに寝てるぞ。なるほど、格ゲーみたいになってきたな。これ寝た時どうすればいいんだ。なんかたまにできるんだけどできないみたいな。相手ゲージまだたまんないから、もうちょっと警戒しとくか。あー、なんかクロックアップ。おー、鏡くんの方か。俺は何もできん。あ、曲変わったよ。見ておこうか、せっかく。ちょっと動くねえやん。そういうのあんだ、防御力あんだ。嘘、本当だ。俺も負けてらんねえ。キャストオフボタンができるぞ。キャストオフできるぞが出てんだけど、鏡くん頑張りすぎて倒しちゃうんだけど。美味しいとか欲しい。よし、これ防御不可能だよね、多分ライダーキックって。マジかよ、お前マジか。スローのパンチが、スローのパンできるんだ。あ、そうなんだ。スローのパンチ当たったんだけど。未来は一つとは限らない。え、何だったんですかね。ひどかった。あんなスローなパンチも当たったらダメなんだ。でもあれパンチ硬直中だから絶対入ったもんね。鬼、いやー今まさに止まってる弾に当たった。誰これ、夏木マリじゃねえ、誰っけ。その人間よりさらに愚かなのがお前たちワームだ。かが、あ、天道くんだね、これ。天道くん。どうやってやんだっけ、回り込みとかって。ダメだ。R となんたらって言ってる。やべ、ガードが効いた。浮いてる。投げられてる。ね、寝ときたかったのに。クロックアップ。寝ながらクロックアップ。もういいでしょ。相手早い。やばい、寝てる。よし、入れとくか、一回ぐらい。違う。うん、なんかやられてる気がする。やっぱり。ゲージが溜まる、ゲージ溜まるよ。エアエリアルレイブ。上がるね。あー、もうつかなきゃダメだ。やばい、走って。やべ。よし、来た。よし。よっしゃ、勝った。危ねえ。ずるい。
ストゼロ2みたい。スライディングで浮かせてからのライダーキック。チェーチがぼやけてんだよね。やりますね。危なかった。なんかさっきより強いのこれ。うまかった。今のずるかった。面白い。お前には少々手こずらされたな。ゲームとして面白いわ。いやでも本当この手のゲームはちょっと、いや俺今回キューレンジャーのゲーム化に期待してるんだけどさ、なんかでもゲームに最近されてないから、ああいうのがね、相棒なんか単品ではさ。あ、来た、なんたらホッパー。あ、この兜にいたんだこれ。揃いも揃ってどうしようもない奴らだ。兜じゃなくなかったっけ。え、あ、間違えた。そうそう、そうだ、海外ではあるんだけどさ、地獄兄弟。お、当たんなかった。やべ、元ザビーの2人。んおい、この人たちは別にクロックアップとかしないよね。めっちゃジャンプが高くできる人とパンチが強い人だよね。そうそうそう、古いライダーっぽい、古い仮面ライダーっぽい。なんで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 なんか違う、なんか違う。なんでこっち行った。ザビーのなんかなんだろう、中身のしょぼい人いたじゃん。なんだったのあれ。てか体力めっちゃあんじゃん相手。いてぇ、違う、二人まとめていけんだこれ。あ、ガードされてる。当たった。あ、なんかやってるわけ。あ、何クロックアップしてるか。ひえ、来た。うわうわうわ、やばいやばいやばい、やべえ、死ぬ死ぬ、あぶねえ。お前ら狂ってる。やだ、こんなの倒して。なんか片っぽすげえ耐える感じ。ダメだ、あ、相手相方死んじゃった。あれ、ダメだ、こいつ浮かねえ。ガードされた。てかゲージ溜まってるし。あっぶい、あー、かっこいい、かっこいい、いい蹴り技だな。鉄拳でもあんな格好に見ろね。はあ、二人きついなこれ。てか俺久々にやるとやっぱ面白いけど難しいわ。どうすりゃいい。痛え、ちょっと待って、痛い。交互交互に来るもん。ああ、なるほどね。飛ばせよかった。これちょっと練習したい。寝てる相手のなんかかっこいい。何してんの。何してお前がそうなっちゃうのか。2回クロックアップ来ることをちょっと祈ってやるか。あ、2人ともなんかやってる。ちょっと待って、そう、トレモとかないと無理。ゲージ結構長いよ。あ、危ない。あ、浮きすぎて蹴りが入らない、やっぱり。浮きすぎ。空中ライダーキックとかあんのかな。ガードか。あ、これメガクラッシュみたいな。はい、ガードしてる。おお、これいや、来た。これむずいって。次のゲームいくか。ああ、これむずい。
疲れる。一匹ずつ倒すべきっていうか、まあそれしかないんだけどさ。クロックアップってあるんだな。痛い。ああなるほどね、このライ偽ライダーキックみたいなやつは相手をひるませる。クロックアップ、ガンガン使おう。ああなんて、ちょちょちょ、あ、ちょっと切り替わんない、切り替わんない、あ、来た。やばい、当たったわ。わかんねえ、この銃がわかんねえ。この銃の後なんか斧が出るんだよ。これがなんかよくわからん。浮いたね、いい感じに。なんかやっちゃってる、なんかじゃ蹴っちゃってる。いいね、浮いてる。ゲームセンター嵐みたいになったもん。危ない危ない、ガードで痛い。あ、なんで死んじゃん、なんか死んだのか。死んだらしい。ちょっと、あ、回り込みあったけど今更か。ダメだった、ガードされた。あー投げかダメか、しっかり、あーやべ、ゲージ溜まっちゃった。やべ、クロックアップ来た。うわっ、もう一回ジャンプしよう。わーひー、これはちょっとダメだ。まだ全然アクションの全容がつかめてねえ。もったいないことになってる。ガード。はい。危ない。やばい。浮いてる。クロックアップ。はい。あ、できない。できた。あ、おっしゃった。お、なんだ今の。なんか違う。なんかあった。クロックアップ中なんかある。これか、噂の高速移動は。全然これ使ってなかったわ。これ使わないと原作再現できねえじゃん。あのね、ちょっと待って、ね。あーっと、うわー。必殺技のポケモンコンボ2みたいにできる。あ、できるね、かなりね。できるんだけど俺が分かってなかった。やばい。このあ、空中カードあるわ。そう、ほんと自分で手動なんだよあれ。ワンツースリー、やばい。あ、死んじゃう。あ、なんか違う。あ、まあ、やめた。あ、え？なんか2人ともまとめて倒したんだけど。マジかよ。このゲームやばいんだよ。今2人まとめていったもんよ。偶然2人当たった同時に。火力あるなこれ、当たれば。すげえ。そこで少し頭でも冷やしてる。あー、でもこういう路線のライダーもう来なそうだよな、なかなか。次ちょっとなんかさっぱりめっぽかったけどね。でもなんかダブルっぽかった印象だったな、なんか。ちょっと、いや今のはちょっとひどかったね。その前が科学者。おいー、お前は
何？えへへ、俺どっち？俺右？違う、俺左だ。なんかさっきと違うんだけど、録画しないと。よかった、聞いといて。おお、フィリップ、何フィリップって。そうだ、あぶね。いやん、ハイパークロックアップできますよって。ハイパークロックアップ、羽が、うっそ、どういうこと、どういうこと。あ、これ全部あれ当たってる。何が起きた。あ、クロックアップされた。マジか、ひえー。ガードが可能。ウィーイ逃げる、よし、逃げるぞ、俺は逃げる。よし、やってこい。おお、よくわかんなかったけど、相手がなんかクロックアップしてんだけど、なに、まだやるか。さあ、ハイパークロックアップはこっちが上じゃい、きっと。よくわからんけど倒した。俺これ知らないわ、見てないわ。やっぱなんかそう、エリアルレイブあるんだよね。その相手の元にシュンって移動できるボタンがあって、浮いてる相手のところに行けるんだ。エリアルレイブ可能。マキシマムハイパータイフ、その操作は俺が忘れてる。ヨンゼクター、あー、そうなんだ。あ、が全部手に入っちゃうんだ。なんか見栄えが急に悪くなったな、カブト。さっぱりでかっこよかったのに。なんか画面ストロンガーみたいなマークが出てたけど、ハエトリボーってもういろいろついて出せよな。なんか、あー、そうなの。あー、さっきのね。嘘、虫がたかってんのか。カブトムシとハチとクワガタと、あとなんだ、サソリ、虫か。えー、そういうことか。すごいね、そんなんできちゃうの。いやー、すげえ。もうこのキャラクターって言ってよ、何のキャラか。これですよ、デモビュアーモード。デモビュアー、変身してても解除される。ひどいね、そんなの絶対勝てねえじゃん。裸にされちゃってんじゃん。いやー、カブトやっぱ面白い、やりごたえあるわ。こういう登場だった。ドキュー。来た。スーダリゴンでした。はてなだね。デモビュアーってな。おー、あ、もう見たやつが見れるんだ。この横からドキューン。モタのライダーになったんです。あー、フリーバトル、どれをやればいいんだろう。バトルモード、あ、これ対戦モードのことか。今何時、あ、意外といい時間だな。延長切っとくか。次枠予約を無効にしました。自動延長、あ、自動延長なんかねえや。俺が自分でまとめて延長したんだ。こいつの必殺技どんなんだったかな。なんかすげえの打つんだっけ、多分。あー、ガタック。OK。
結構いるけどまだいないやついたの。あ、え、誰が解消されたスキップ仲間を選ぶ。あー、はい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 、これじゃねえな。バトルモードになるのかな。他の仮面ライダーも見てみるか、オープニングぐらい。あー、はははへー、別のルートがあるのか。ブレイドと、あとはブレイドと、なんだっけ、響さんのやつ。あ、響じゃん。響さんが主人公の仮面ライダー響だよ、それは。ロード対戦入りました。はい、飛んでた敗北持ってこっか今のうちに。じゃあブレイドどうなってアクション隊、敵を寄せつけるな。了解。ファイト。始まってんだけど。誰？ああ、だめ。ね、俺これか。ああ、ザビー？やばしいね。変わんなかった。違う。ここまでやってもうわかん、操作がわかるのに。キャストオフまだしてないのか。キャストオフ。おお。特に変わらないんです。遠いな画面が。消えろ。クロックアップ。こいつの必殺指定はどうなんだろう。当たってない気がするぞ。相手もクロックアップしてんのか。あ、一発で出ちゃうんだ。当たったな。ちゃっかり当たってんじゃねえよ。終わっちゃったじゃん。戦闘において最も重要なこと、それはパーフェクトハーモニー。ああ、そう、完全調和だ。懐かしい。矢車隊長、隊長。よくわかんないやつだったなこいつもな。結局かわいそうな感じの人。めっちゃ追っかける。痛い。楽しい。各隊、散開してワームを殲滅しろ。了解。映画だとパーフェクトミッションだっけ。そんなん言ってたんだ。ちょっとうるさいな、プレステ2が。これプレステ2のせいじゃないと思うんだけど。うちのやつまだ SCPH5 万だからさ、あの分厚いプレステ2の最後のやつだから、意外と元気に動いてんだけどね、これでも。なんか知んないけど、意外といいの引いたわ。プレステ2は意外と、他の薄型とかも持ってはいるんだけど、なんかに、うえへディスク2枚組なんだけど、片方がで、あの、太鼓の達人だわ。太鼓の達人の、仮面ライダー響って太鼓を打つやつがいるじゃん。主人公が打つんだっけ、あれ。どんどんどん。敵の上に乗って。あれが、あれのモードってことだね、多分。太鼓の達人版が入ってる。ナムコ？あ、バンナムだからか。強みだね。
こうですか。コナン方が一番静かじゃなかったっけ。どうなんだろう、あの薄型のやつたま静かじゃないのかな。そう、 PS2 のコナンと敵を敵の後ろ上に乗ってドン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 つって和太鼓みたいな。うちのはたまに使うたびにレンズ磨かないと DVD 色も読みません。マジでもうな、俺縦置きしかしたことないからレンズになんか埃は乗らない。あとタバコ吸わないから部屋では。タバコ吸う人はね、もうかなり半年に1回以上やんないと動かなくなるね。なんでもプレステハードは、プレステハードに限らないけどね。友達んとこのプレステ3は俺がだから半年とか3、4ヶ月に1回ぐらい磨いてるよ。バルバトス、あ、違う、フロントミッションオンライン。うわすげえ、フロントミッションオンラインやってたんだ、ガチだね。5万と5万5千、あ、5万5千ってのあんのか。何が違うんだろう、グランツーリスモ版か。色違いかな。またムービーっぽくないけど、1話目豪華だったんだけどね。あとまあ主人公がなんかいい年だったからすごい良かったね。大人な感じが良かった、安心感あった。こんぐらいの人が、そう、こんぐらいの人がヒーローやってほしいなっていう。あ、そうなんだ、屋久島だったんだ。オープントップだから浴衣のとこ、あ、そう、確かに。そうね、フロントローディングじゃないからさ。トランペットいたな、トランペット、ギター、太鼓か。なんか和楽器じゃねえんだな。うわ、清めモード。そうなの？なんか何話までかは面白かったんだってね、なんか、ね。あー、そんなんだったわ。楽楽は楽すぎたっけこれ。そうね。強さ？なんでこんな曲なの？なんかちょっと違うね雰囲気が。今までと違うな雰囲気。前半派と後半派で分かれる響きを見る。あー、後半派がいるんだ。前半派にしか会ったことないわ。あの監督さんがね、なんか意外と好かれてるかどうかだよね。あれがあの人が好きかどうかみたいな。テコ入れで出てくるとかいう話が。シャンゼリオンの客もいましたよね。おお、すげえ、今回真面目に人もやってんじゃん。あー、おおさ、これ毎回見るたび笑っちゃうわ。ジグハグになっちゃったんだ。よっしゃ。あ、そうなの。変わっちゃったのはディスクアニマル。顔でかかったね、ちょっと。こういう感じなんだね。俺はまあ、最初何話かまでしか見てないからよくわかんない。あれ、あ、ちょっとカブトに似てる。おお、楽楽モード楽すぎる。ちょっとあれだね、プレステ1の時代に似てるのが、アクションの爽快感。で、あの楽楽モードだからだ、コンボがどんどん入っちゃう。すごいすごいすごい、連打してるだけでこんなになる。なんかないの？あ、なんかやってる。おおおえ、まだあんの？ラウンド2いらないっしょ。これは楽々モード。カブとかおかしいんじゃない？まあ、楽々あれもあるのかもしれない。そう。そうだね。カブとかやりすぎちゃったね、ちょっとね。あんなに金かけて作んじゃねえって言われたんだ。もっと安く作れる。いや、悪くないよ。意外と楽しいよ。ただ全然ゲーム性ないよ。連打してるだけだから。この人たち、なんかないの？あ、あった。あ、かっこいいかっこいい。なんか巻き込み投げみたいな。あ、でかい。あ、そうそうそう、こんなだったっけ、こんな気持ちなかったっけ。めっちゃでかかった気がする。うわ退治しろっつったってでかすぎて見えないもん自分が。あ、ジャンプでいく。
すげえ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 俺の意外と好きなタイプのゲームだこの確かにお腹をぶん殴っていくかわいそうねあなダウンしちゃった自分が見えないんだ昇竜拳が入った硬いねこれえなんか俺やり方間違ってるえあ終わった体テカってんな声変じゃねそうそうそう音ゲーになるのこれ忘れちゃったなほほほほほ悪くないねあなんか来るのか来た何でもいいから教えに来たたまんねはいそうねノリがちょっと全然違うよねあ、終わった終わったドン、おいおおマジか爆発こんなに爆発したら目に入るよはあ仮面ライダーユウキって見たことないけどこういう感じなの響き響き、まあ、響く鬼とかでねそうバカゲーまあノリは悪くないけど面白いのかなこれそうね見てる分にはいいと思うこれ悪くないよこれ多分すごい安いから買ってみたらものすごい安いいろんな楽器出てくるしねほほほきめ少し絞らせてもらいます喋れるのだったらなんか解決できそう。先輩が洋風のマジレンジャーだったから和風でバランス取れてたかも。へえ、あマジレ、マジレンの時か。あれなんか寝ちゃってるんだけど。歩きながらチーム。かわいそう。一旦モメンの、一旦モメンなのこれ。あれ高いからこれ安いので、安いのカートがすごい。買っとけいいよなんかないのどこに向かっていってでもまあ多分兜も2000円3000円ぐらいなんじゃないの今あなんかできるね何が起きんのこれ衣装が安くなったもういいため技が分かんなかった2ラウンド目すげえ引くわこれどうすりゃいいのこれああウィザードあそうなのなんかウィザードでもなんか追いが意外と楽しいって言ってたからさあ大人向けじゃないだけかと思って俺が楽しくなくても別にいいんだなと思って子供が楽しめりゃいいしねあとグッズが売れれば何でもいい何が起こるのあーこれだけなんかアクションパートマジ大丈夫これそこかじゃないよそこじゃないよあー駄菓子のコーラ味の何かが食いてそうあーそんな言ってたね言ってたああまあ、これが次のライダーか。これで取ったら8割くらい。なんじゃこりゃ。って言われるしね。わら。変な、まあ、子供向けだったかね、ウィザードはね。ウィザードも面白かったのかな、後半は。最初から結構バンバンいろいろ、気持ち悪い。一旦もめんなの、これ。マンタみたいじゃんか。シューティングゲームになっちゃったけど、どうすりゃいいの、これ。これでいいの。まさか。あ、乗った。乗れるのはいいけど、わあすげえ。あ、こういう感じ？
アギトに至らず5の、あ、ファイズね、そうね、まあでもファイズ、そうね、ゲーム性は言ったらファイズとかよりはあるね。ファイズは本当にゲーム性ないもん。プレステ2でやっと仮面ライダーのゲームが出て、なんか綺麗だなっていうありがたみがすごいあったけど、それ以上のものではなかったしね。こっちの方がまだなんかゲームやってる感ある。面白いかどうか別だけどな。つまんなかないけど、遊びづらい感じもちょっとある。敵は勝て、あ、止まった。なんかこれあんのかな、コマンド。コマンドとかないよね、多分子供向けの。うえ、俺の知ってる鬼太郎ゾーンっていつも一体の面と違う。確かにあれ、なんか何か聞いちゃったぞ。うわ、あー、俺こういうゲーム持ってきたの。ああ、やってねえじゃん、やろ、忘れてた。音撃者疾風一閃。はあ、かっこいい。吸ったね。今度はどういう音出ない、一緒かな、来た、一緒だった、音が一緒だ。音に合わせた方がいい。あ、手振っ、適当じゃんか。手振っ、終わった。あれ、失敗した。あ、最後の一発があるのか。え、あ、いや、失敗したの。あ、違うわ。あ、体力が減りきってなかったのか。あ、なに、ごめん、見てなかった。来た。こんな音だったな。ポヘーっつってな。一件落着。次行こうかな。ブレイドどこ行ったかわかんねえんだけど俺。ブレイド多分ね、違うところに入れてんだよね。ちょっと一回休憩して、休憩っつうか違うゲーム挟んで。コンテンはこの決めだけ、ゲーム出し仕方ないね。あ、そっか、ポペーしかなかったのか。あ、次ギターが来んのかな、早いね。テンポいいな。やっぱり山梨か。やっぱり山梨。そんなに頑張ってどうするんだ。鬼は外だ。背景が綺麗だな、なんかサイレントフィールじゃ、サイレンみたいだね、なんかね。背景サイレン感すごいんだけど、なんなんこれ。なるほど、なんか背景綺麗すぎて面白い。投げちゃダメ。何の音、あ、ギターの音これ。でほーん、ちょっとやっちゃうなこれ。勝っちゃったし、あ、2本目なんだこれ。2本目やめてくんねえから。背景出来上がりすぎる。あ、いや、ある、強い。なんかジャンプするとギターが鳴るんだけど、なんだよそれ。楽しい、なんか無心に楽しめるゲームだ。楽しいの意味がちょっと違うかもしれない。あ、いて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 、使用中かな。モンハンっぽいよね、ちょっと。ボス戦がグダるね、簡単すぎる。確かに。あとなんか昔コナミのさ、ゲーセンのゲームにあったよね。うえ、なに、どうなってんのみたいな。ジャンプの PE、 あ、山嵐か。地味。強い、意外と。笛なんだ。なんだって。トドロキ、トドロキくんなのか。あ、本当だ。なんか意外と楽しいです。うるさいな音が。あ、終わった。
が寂しい。おお。キヨヤ。あ、ちょっと入る。いいぞ。確かに。せい。もう一曲来る最後。とどめ。かなり雑な判定。どう？これ近いんだよ爆発。はあ、それだけかよ。はあ、はあ。悪くねえな。これでも安かったんだもん。100円とかレベルだったんだよ。俺もうこれとブレイドはかなり後で買ったからさ。頭だけ変身解くのは慣れがいる。あーなんだろうね。ちへへ。誰これ赤い。よし、ビシッと決めるぜ。赤いバージョン？なんだこのゴルフ場？へぇー。夏なの？夏。赤鬼青鬼。鬼？鬼？3体になっちゃった。え？え？中なの？なんかね、なんか押し出されてきたんだけど。いなくなっちゃった。ドロターボ。増える増える。え、減ってないよ体力が。お前やんなきゃダメ。おお、かっこいい。これでも暗い。今日みたいな。あ、炎がのバージョンなんだ。焼き払え。背中取っちゃった。なんか狂ってる。あれ、やばい、つまんねえけどやっちゃう。見ての通りですね。まさに、まあまあね、やっぱ出来という意味ではあんまり良くないね。燃えたろ。そうそう。あれなんだこれ、でかくならないパターン。お金なくなっちゃったのかな。なんか稲なんだっけ、あれ東北の方のさ、戦隊ものじゃない、一人のいるじゃん、あいつっぽい。あ、確かに。テンポはいいけど面白いかどうか別だよ。体力減ったよ。あ、かっか、ネイガ、そうネイガっぽい。はあ、割れてんな音が。武器としては悪くはないけど、まあ、地味だよね。でもネイガーっぽい、赤い響きが。鍛えた甲斐ありってとこだな。鍛えた甲斐があるの。あ、夏は鍛えて赤くなったの。ああ、ああ。あれ、なんかマスクより顔の方がでかいんだけど。どういうこと、顔でかいよ。よく見えるようにしたのかな、ちっちゃかった時は見えなくて。うん、顔の方がマスクよりでかい。おお、清め。お、清め終わった。ね、似てんだよね。意外と似てるから面白い。サイレントでサイレント。この鬼を早速使ってみるっつうのもありなんじゃないんですかね。誰？やりましたね。ち、やめなさい。私の資料はたけしデータベースで確認しちゃってください。たけし。ああ、響きって女の子2人ぐらいいたっけ？セーブしとく？入らないんじゃないか、セーブデータ。ああ、足りないわ。知ってた。俺知ってた。セーブもうあんまないんだよ。
はあ、響き派手ないんだっけ。アームド響き、なんか随分和風から抜けてったな。アキラという女の子がいますね。アキラっていう変身すんの。もういいよ、戻った。プッシュスタートボタンが全然効かないんだよ。ちょっとブレイド見たかったな。なんかこの字が相変わらず見にくいんだ。あら、クーネルさんだよ。こんにちは。もう昼だね。朝7時からやってんだけど、俺5時間やったのかな。本当か。一回途中で放送終わっちゃったから分かんなくなっちゃったんだけど。少年は少年なりに自分を信じてやっていったらいいんだよ。な。え、そうなんだ。響さん、お友達監督不行き届きですよ。ああ、この人これもう見覚えがないもん俺。翔平？違う、翔平じゃない。人の声を食べちゃう厄介なやつ。体もまたでっかいんだよな、これが。 NHK 髪の毛に隠れて顔があんまり見えないのよね。裏面とかに終わっちゃった。間違ったことがまかり通っちゃうよ。知らないこの人、なんて言うんだっけ。あんまり今はあんま見ないか。よし、ちょっとしょうがないから、これ流れがあるの。流れできちゃった。細川何さんだっけ。鬼の弟子ですね。翔平が仮面ライダーになって、あ、弟子。絶望して号泣してる画像ください。なんだって。細川さん、家電の人。そうね、細川茂樹、家電俳優。じゃあ一回これ挟んでいい。ちょっと挟むわ。ちょっとなんかアメトークで家電進めてくる人。やめろ、なんか妖怪みたいじゃん。家電を進めてくるやつ。いや、仮面ライダー持ってると楽しいんだよな、意外と。たまーにやると面白い。あと、みんなが仮面ライダートークがはかどるからさ、楽しいんだよ。本物だろ、それ。銀河マンなんだ、翔平って。あれはプンプンは、あの女の人。なんつだっけ、あの人。もう忘れたわ。はぁ、ピンクやってた人。戦隊もので。はい、スタートしよう。これは見るだけだからね。これ CG で作り直してほしかったんだよな。OP、オーレンジャーか。オーレンジャー意味わかんなかった、ほんとに。気持ち悪かったわ、オーレンジャー。オウム真理教のなんか戦隊物に変えられてたもんね、なんかマットで。昔。フラッシュより前。音良くなってね。そうなの。ああ、本編にない技だってことね。キャプテン翼。なんか絵が違うね。これ面白いんだよね、ゲームを。ゲームがちゃんとあのファミコンの翼をなんかすごい良くした感じのゲームだ。ありがとうございます。見ていただくために作っております。